はい、皆さんこんにちは。今日もアヒローズレストやっていこうと思います。前回の続きですね。前回ボスゴブリンを5体倒せというイベントが来ていましたが、まあ、ボスゴブリンのところまでまだたどり着けません。そしてですね、ゴブリン3体っていうのも増えていますね。ちょっとクエストの方を見てみよう。ここら辺のギャザラーのクエスト入れてしまいましたので、少しですね、こちら削って、普通のゴブリンの方は入れれますので、ゴブリンの方を入れていきましょう。素材の方はレザーとかが若干少ないかなという気がしますので、レザーを入れる。で、どこだろうな、これぐらいいけるかな。1320とか、強い冒険者用にと、中間ぐらいの冒険者用に少し入れておきましょうか。よし、こんなもんでいいでしょう。食べ物とかはどうかな。食べ物とかはいっぱい、いっぱいっていうほどいっぱいもないのかな。ちょっとしかありませんね。さあ、ポーションはある。武器もちょっと少なくなってきましたね。あ、これローブか。ローブとマントですね。さあ、こちらの方はまだない。そして武器の方はレジェンダリーとワンハンドソードしかないな。ツーハンドソードが1個あるぐらいですので、少し作っておきましょう。ちょっと忙しくなってきましたね。まずはとりあえずツーハンドソードを作ろう。さあ、こちらの方でツーハンドソードの、ティア2ですね。まだ4つ作れますので、4つ作っていきましょう。これの文字を水色にしたやつにしてみよう。えい。さあ、これでレア、アンコモン、レア、そしてレアと。ああ、結構いいのできましたね。ということで、これと、あとはどうしようかな。ティア2の方を今作ったね。ティア1の方も作っておきましょうか。よいしょ。さあ、ノーマルいっぱい。レア1個。そしてアンコモンですね。そしてヘビーアーマー、こちらの方も作りましょう。4つ作れますね。適当にこちら色の方を選んで、あ、そうか、女性用と男性用あるので2つずつ作っておきましょうか。えい、あ、ブロークンだ。はい、嘘、ブロークンもう1回。さあ、もう2つ、こう、レイヤーと、よし、ノーマル。次、女性用作っておきましょう。革が4つしかありませんので、レザーある分だけ作っとこう。ブロークン。アンコモン。で、あ、ノット、そうなんだ。リソースが途中でなくなりましたね。ということで、ここまでしか作れません。ちょっとウェポンマスター来てるので、見てみましょう。3つまでしか作れませんよ。ということで、最初のタワーズファイター、これ消せるのかな？さあ、これを消すと、一気に今までのやつ消えちゃうのかな？それちょっと困るんですけど、今ヒーローの方、こんだけいる、送り込まれてるやつがちょっとどうなのか気になりますね。さあ、ちょっと、まあ、一回消してみよう。こっちの、ワンハンドソードがそんなにいないのか。ツーハンドソードが少しいますが、これちょっと消してみます。そして作る。今回もこれでトゥーハンドソード。そしてこちらの方がいっぱい入れれますね。あとクロークもいけるということで、少し上げれるものが増えています。さあ、これも選べるのかな？まあ、力の方でいいと思うので、ニュータウンファイターにしときましょうか。これかな？これでいいでしょう。目印はこれで OK。7枚と1200使います。いや、1800使いますよということで、これでいきましょう。はい、ドーン。さあ、これで新しいクラスもできましたね。このように徐々にクラスをパワーアップさせるのかもしれません。さあ、そんなこんなで、やってるうちにちょっと、行き過ぎましたが、ゴブリンの方退治終わったのかな？普通のゴブリンの方は退治終わりましたので OK ですね。クエストの方はまあまああるか。川の方も増えてきましたので、もうちょっと、上げておきましょう。クエストでないのは糸なので、糸の方を取るような何かクエスト入れておきたいと思います。さあ、こちらの方1624。少し強めのやつと、あとはちょっと弱めのやつぐらいかな。こちらの方を入れておきましょう。
食べ物的なものはどうかな。結構売れてそうですよね。ないな、アイスクリーム以外が全くない。さあとりあえずないぞ。ウェポンマスターがいなくなるのはいいぞ。そしてトレーダーもいたのかな。トレーダーも去りますよと言っていますね。さあまあ仕方がない。ちょっと食べ物の方は置けませんので、ちょっと材料がないのでね、ティア1の方を少し作っておきたいと思います。ただティア1でもこちらのオールか、すべてのやつを入れることによってウッドとか、高いレベルのやつもらえますから、これでいいでしょう。さあ高いやつだと回復量とかが確か違ったんですよね。こちら 22% 回復の 14% 回復になってます。ノーマルのやつだと 15% なので 7% 近く高いやつできていますね。はい、ということで、まあちょっとボスのゴブリンは倒せませんが、このまま少しですね、アイテムなど集めていこうと思います。さあお金が結構余ってるので違う店を少し出してみたいと思います。ここ2つも空いてますね。今の一番下のところは1万6000とかだったのでちょっと高いですので、他に安い場所を探しましょう。ここ5800なのでここ買っていきたいと思います。さあこちらを購入したので、ちょっと止めたら確かできないのか。まずはいつも通りですね、作っていきましょう。3×3 の9マスで作っていきます。よいしょ。さあ、これでとりあえず床はできてと。はい、入りません。よし、これで OK ですね。豪華な赤色にしておきましょう。今度は真ん中からですね、入れるようにすると。よいしょ。あとは窓をつけておきましょう。さあ、どうだ、回転はできないぞ。よし。さあ、これをつけておく。さあ、こちら側にもつけて、あとは壁を入れておきましょう。さあ、こちらでとりあえず、9マスのお店できました。次にですね、建てるのが、今ないのが弓矢のところ、木の工房か。あ、木の工房はこれいらなかったのかな？お店いらなかったかもしれないな、ひょっとして。木工房はこっちですね。なので、これひょっとしたらいらないかもしれないので、次のやつにしよう。こっちは何だろう。テイラーが今のかな？こちらですかね。ハンターの、あ、やばい。これも建物ひょっとしていらないのかな？さあ、一旦ちょっと建ててみますか。えい。さあ、これで、あ、カウンターとか必要だから、やっぱり建物自体は必要なんですね。よし、作っておく、ストックパイル、作ると。よし、これでできましたね。さあ、これが何を作るところなんだろう。さあ、こちらの方は、ああ、なるほど。ミディアムアーマーとか、ヘルメットとか、防具を作るところですね。なるほど。防具を作るところだった。ミディアムアーマーとか多分装備できる人がいませんので、今回はそのまま使いません。さあ、ちょっと宿屋の方のクエストが怪しい感じですね。やばい、食べ物もない。急いで帰って作りましょう。トレーダーは来てない感じですね。さあ、ちょっと先に食べ物だな。レベル1しか作れませんので、その分ですね。トッピングの方を多めに入れておきましょう。さあ、高レベルなのが出てきてますね。さあ、またもやゴブリン来ましたね。次は3人みたいですので、こちら入れておきましょう。それと外がですね、スノーストームになっています。こちらのスノーストームになるのはどういうことかわかりませんが、ウィンターの間は人が見にくくなるのかもしれませんね。さあ、こちらの方、ちょっと難しめ。あ、そうだ、ゴブリンを倒さないといけないから、そんなわけにもいかないですね。ここら辺で入れておくか。さあ、この人は CR1 どれぐらいなんだ？この人はビジターか。ビジターなので、そんなに強くはないと。こっちの人は、CR が9。だが、ただ体力とかが今ありませんので、体力とか増えればもうちょっと強くなるのかな。ただお金を持ってないぞ、この人。あ、お金がかなりありませんね。
さあ他にもゴブリンを倒すクエスト入れていきましょう。さあこちらですね、どれぐらいのレベルのやつを入れておくか、簡単なやつもちょっと入れておきましょうか。よし、こんな感じで OK。 さあこの人はどっちだ、昔いたタウンファイターっていうクラスですね。今はニュータウンファイターにしてあると思います。さあこれで、現在何名だ、あ、人口10名ですね。10名いるということで、またしばらく待ちましょう。さあ勇者の方がちょっとすごい人とかもう死んでしまってますね。そこまで強くないところ行ってると思うんですが、結構厳しいところですね。さあこちらの方はだいたい20近くの人が増えてきましたね。低い人もいますが、まあこちら大丈夫でしょう。そしてですね、ボスの方が、今ゴブリン退治に行っていますが、もう一人何かコバルトかな、コバルトですかな、それが、来ていますね。さあこちらは有名な勇者が来たのかな。さあこちらの方もどうすることもできない。食べ物がとりあえず今、低いものしか作れないのが困ってます。あ、すごい、2人一転に来たぞ。この人はマジックって書いてあるからマジシャンのやつか。さあ、MP がいっぱいあればいいんですね。12を使ってます。こっちの人は何だろう、ビジターか。さあ、剣を装備してる人結構来てきいますね。あ、この人すごい。19ですね。ただ、一番安いジュースを頼んでます。あ、まあ、回復することがないから、そんなもんでいいのか。さあ、こちらの方はこれで OK ですね。メニューの方は入ってる。こちら食べ物の方もちょっと入ってますね。ポーションか。あ、やべ、ポーションがもうない。で、鎧とか武器はいっぱいあるのかな?やばいな、鎧しかないのかな?さあ、あ、やばい、鎧しかない。鎧しかない。あ、これローブかなんかか。とか、それはないですね。武器じゃない。ローブとかは全部あると。で、ミディアムの鎧も作りましたが、これは使い手がいません。さあ、ソードの方、あ、ワンハンドソード全然売れてないな。ツーハンドソードもありますね。そして、アーマー、ヘビーアーマーもちょっとブロークンしかもうないのか。少しブロークンしかないので、すごいアーマー作ってみましょうか。さあ、これでヘビーアーマー、ティア1と。革と糸はあるので、3つずつとりあえず作ってみよう。さあ、レア、レア。あ、ブロークンですね。次は女性用のも作ってみる。さあ、アンコモン、ブロークン。よし、アンコモンと。まあまあですね。はい、これでグレードが上がりましたので、わあ、鉄ないな。ないですけど、これでティア2の鎧も作れるようになりました。さあ、どうだ?ウェポンマスターと、あ、トレーダーももうすぐ来るって言ってますので、食べ物など買っていきましょう。さあ、ウェポンマスター、もう来てるのか。さあ、一旦ちょっと緩めたいな、速度は。さあ、こちらの方、トレーダーの方でお金いっぱいありますから、いろいろ買っていきましょう。まずは壊れたやつですね。フロー君は売っていく。さあ、こちら、武器いっぱい売りました。ローブの方も1個ですね。あ、やばい、ポーションがなくなってる。さあ、こっからですね、フードの方、これ、を買っていく。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。まあ、10個ずつはとりあえず買っておきましょうか。どんなもんだ?これ13個買っちゃったな。そして、ティア4初めて作りますので、こちらの方も適当に買っておきましょう。めちゃくちゃ買っても問題ないかな。ハーブの方は OK。木材 OK。糸も OK ですね。鉄か。メタルの方は少し買っておきましょう。そして、このティア2のメタルも結構必要なので買っていくと。さあ、1万円分ぐらい。一番ゴールド分ぐらい買い物しましたね。まあ、問題ないでしょう。さあ、宿屋の食べ物が大事ですからね。しっかりと作っていく。さあ、こちらですね。すごいやつ。まだ作ったことないやつ。ちょっと作っていきましょう。さらにトッピングもマックスです。イエス、エクセレント。よし、次のこっちも作っていこう。よし、これもエクセレントですね。そして、これも作っていく。
よし、いい感じ、いい感じ。1個ずつですが、いい感じですね。あ、なんか、トッピングが入ってないぞ。まあ、それでもいい感じでできましたね。ちょっとこちらの回復容量とか見ていくか。あ、結構、あれか。クエストの方も消化されてるんですね。これだと HP が 64% 回復する 20%。 これに関してはもう 92% 回復ですね。ゴブリンはボスのやつはちょっと無理なんですけど、とりあえず普通のゴブリンはいけそうかな。ということで、このコボルトみたいなやつ倒すやつ作っていきましょうか。必要なのは糸。まず糸ですね。こっちの次のやつに行きました。13、19なので、そんなに強くはないですね。3つぐらい入れておこう。あと必要なのは、なんだろう、皮とかにも2つばかし入れておきましょうか。コボルト関係ですね。はい、こんな感じでいいでしょう。よし、これで OK。あとは、あ、誰か死んで、3人死んでる。3人死んでますね。あ、この人。この人めちゃくちゃ前からいたコルボーンさんですね。死んじゃったんだ。残念ですね。さあ、こちらの方は、マジック。さあ、ニュータウンファイターの方もいますね。ニュータウンファイターの方は、鎧も、剣も、トゥーハンドも装備できるということで。やばいな。ちょっとレベルが低い人ばっかりになってきましたね。また、ちょっと育てていかないといけない感じです。さあ、まあ、徐々にいろいろなものを増やしていけば、生きていく確率も高いですからね。食べ物の方とかもしっかり用意しましょう。さあ、3つかな。ああ、もうこれ、ティア2いらないかな。ティア3、ティア4あたりで、なんとかできればいいんですが。よし、これで OK。あ、やばい。これ、バットのやつが未だにできる。さあ、こちらの方も作っていきたい。よいしょ。さあ、とりあえずこんな感じでいきましょう。あー、バットで終わりましたね。よし、まだいるかな？まだ、トレーダーはいるかな？トレーダーさんはいますね。ちょっと食べ物買っていきましょう。米みたいなやつですね。まずはいらないのを売ろう。いらないやつは、バット。こちらの方は売っていきます。他はないかな？バットはないですね。フード。そしてこの米みたいなやつをたらふく買っておきましょう。よし、これでしばらく食料の方は大丈夫ですね。さあ、ということで次に武器も見ていくか。これ誰も使ってくれないんだけどな。誰もこのファイターみたいなの使ってくれませんね。さあ、武器は今はこれアーマーがあるぐらいで、ワンハンドソード、トゥーハンドソードが1本。あ、まだこちらありますね。ワンハンドはそこそこありそうですので、少し作っていきましょう。さあ、トゥーハンドソードのティア2、適当なものを選ぼう。よし、これかな。3つ、4つほど作っておきましょう。レア、レア、そしてアンコモン。よし、レア、いい感じですね。次に、ワンハンドソードも少し作っておきましょうか。ブレードとかは、細身の先っぽがいいかな。さあ、こんな感じで4つぐらい作っておきましょう。レア、レア、お、いい感じ。ノーマル。よし。まあ、ブロークンでなかったからいいですね。次に、ポーション屋さんだな。ポーションが全然ありませんので、ポーションしっかり買いましょう。さあ、これも3あるんですけど、ちょっと手が出ませんね。普通のポーション作っておきます。さあ、こちらも2つ。これ、上級のポーションの葉っぱがもうなくなってきましたね。よし、こんなもんかな。さあ、あとは、こちらの方で、なんか、成功確率、あ、これか。チャンス to success question。クエスト、これを少し作っておきましょう。OK。バット1個できましたが、まあ、よしと。はい、こんな感じですね。で、今、人口は7人しかいませんので、まあ、ちょっとボスのこのゴブリンは諦めて、普通のゴブリンとこちらのですね、なんか、コボルツみたいなやつを倒していきましょう。
さあゴブリンチーフのクエストが失敗したということでマイナス3460と糸が12個取られてしまいましたね。これで糸の方なくなりましたので、宿屋で少し糸のクエスト入れていかなければいけません。これ何も、消化されてませんね。そのうちまあ持っていってくれると思いますので、これはこのままにしておきましょう。さあ現在ですね、2ですね。そして3人ですね、こちらのボス戦に参加していますね。どうなんだろうな、結構レベルが低い人も参加してるので、大丈夫かちょっと気になりますね。今来てる人もちょっとそこまでレベルは高い人がいませんが、まあ今後ですね、この人らを育てていく必要があると思いますので、レベルの方を育てていきましょう。食べ物に関しては結構いい食材を使って、もうティア2はちょっとだけかな。ティア3とかをメインで作っていますね。ここらですね。さあ、こちらの方は全部フルでかけて作れば結構な感じで、グレードが上がりますので、ここら辺で作っておきます。まあ、こっちの方、どうなんだろうな。いい感じでこれでいいのかな。まあこのパンケーキで両方 30% 回復、そして多分いいやつだともっと回復してると思いますので 33% ですね、回復してますので、まあこれだけあればだいぶ冒険者も助かるんではないかと思います。はい、ということでまだこちらの方はボス倒してないんですが、新たにゴブリンも増えてきました。そして王様からの要望というのがありますので、こちらもやっていきましょう。川尾さんに薬草を2と、こちらの方が簡単かな、ありますので、収めてコンプリートですね。さあ、これで、まあ、報酬も少ないですけど、まあ、そんなには、大したことないクエストでよかったと思います。まあ、評判の方も徐々に上がっていって、星2つとちょっとぐらいまで行きましたね。食べ物クエストともにいっぱいまだありますので、大丈夫だと思います。ただしですね、ちょっと、なんだろう、ヒーローが死んじゃったりして、トータル戦力が少し弱くなってきましたので、まあ、こちらの方はもう一度ですね、育て直すか、なんだ、マスターウェポンの人に頼んでですね、もうクラスの新しいやつですね、たくさんなんか鎧とか武器とか持てるクラスをもう一回作るという感じにしていきたいと思います。それでは今日はこれぐらいで終わってまた次回やっていきたいと思います。皆様ありがとうございました。Thank you.